妹彩子は、日本の女性を笑いタレント、女優。愛称は、珍珠ハンター妹。鳥取県西白郡岸本町出身。渡辺エンターテインメント所属。2003年、鳥取県立与なご西高等学校3年生の、時に、学校祭のミスコンテストでグランプリを獲得。同時に、月期の主演女優賞、エンターテイナー賞など数々の賞を受賞。 この時は、騎士団のモノマネなどを演じて、同性の支持を集めたとのこと。大学受験の際は、早稲田大学も受験したが、不合格だったことを公表している。2004年、文京大学情報学部広報学科に進学。大学3年の時に、WCS3 期生としてに入所し芸能界入り。ホーリンラブ結成前のバービーと東京歌カるたで、 東京ホルモン娘というトリオを組んで活動していた時期があり、このコンビで2006年の M-1 グランプリに出場したことがあった。本人曰く、この時はネタが滑りすぎて焦り、最後苦し紛れにバービーの胸を揉んで終わったとのこと。その後妹が世界の果てまで行って9で人獣ハンターとしてレギュラーパーソナリティのオーディションに合格。 長期ロケに出たこともあって、コンビは事実上解散となった。大学在籍中に、世界の果てまで、一っての、珍獣ハンターの企画で一躍注目を浴びる。妹の父は、娘がコモドドラゴンに追いかけられているのを、テレビで見て、初めて芸人になったことを知った。芸人になることに反対していた父はこれを、心配し、鳥取に帰って来いと言ったという。しかし後に、 両親は芸人という職業を受け入れており、妹が掲載された雑誌などの切り抜きを集めている。ハモネプリーグの2007年9月18日に、高木ブーとキャンプに妹として参加。C ブロック最低点で敗退。しかし、妹のキャラクターはすでに確立しており、一番観客の笑いを取ったステージだった。2008年、文京大学情報学部広報学科卒業。 かつては友人女性と共に東京で同居していた。2009年8月29日30日放送の24時間テレビ32のチャリティーマラソンランナーに選ばれ30日21時12分に 126.585km を完走。放送時間を約15分超過しての完走だったが、この日は第45回衆議院議員総選挙だった関係上。 妹のゴール時の様子は、ゼロ選挙2009内で22時から録画での放送となった。2009年10月、11月10日開幕のグラチャンバレーの応援スペシャルサポーターに就任。2010年11月に99年の愛、ジャパニーズ・アメリカンズで女優として出演した。2013年10月2日、1.9の企画により、 世界8位の広報マナスル登場に成功する。2016年夏にレギュラー出演したイエール女ではトレードマークの太眉はなしで新人営業マン白州美化役を演じた。翌2017年5月26日放送の同作のスペシャル版帰ってきたイエール女や2019年冬放送の同作の続編イエール女の逆襲でも太眉を外して出演している。 2018年には、1.9の番組内企画として、小学生時代から、妹の憧れの存在だった、安室奈美恵と面会を果たし、妹は、自身の責任の思いのすべてを伝えた。この企画が注目を浴び、安室奈美恵と妹が一緒に、海外旅行に行く等という噂まで流れたが、現実としては、安室奈美恵と連絡を取る手段すらなく、その後のプライベートの交流を一切行っていないと、 否定した。この件に関しては妹自身から行かないですよ。行くわけないっていうか、どんなあれで記事になったのかはわからないですけど、そもそも個人的に連絡を取るとか、手段もないですし、そのやりとりもないですしと発言されている。この噂話が出る以前にも、1て9では対談の感想に関して、本番前に手が震えちゃって、ちょっと嫌だと思ったんです。対談が、 あまりにも怖すぎてと明かしていた。2019年11月24日、一手9の緊急性放送にて、同番組ディレクターの石崎志郎との結婚を発表。2021年8月15日、一手9のエンディングにて、妊娠6ヶ月であることを発表。写真家として、個展も開催している。海外のロケ先では、必ずたくさんの撮影をしてきている。 東京の鳥取県出身の写真家、植田正春を尊敬しており、2013年7月には、植田正春写真美術館、植田正春生誕100年特別企画展賞児、植田、デューンズを訪れ、テレビ PR も行った。また、2014年10月から11月にかけて、植田正春写真美術館で自らが、世界各地で撮影した美しい風景や、 現地の人々の姿など、計50点を展示する、写真展、地球の絶景陳景写真展が開催された。芸風は、自称、田舎の女子高生といったキャラクターで、セーラー服姿で出演している。制服は、母校、米子西高校のセーラー服を模したデザインである。方言を使った一人コントを展開する。なお、太く見える眉毛は描いており、マジックではなく、 ペンシルで描いている。眉を太く描くようになった理由は、本人曰く顔がパッとしないとのことで、田舎の女子高生を演じるコントで田舎っぽさを出すことをいろいろ考えていたところ、眉を太く描いてみたらしっくりきたと思ったことだった。なお、人獣ハンターとしての仕事で強い動物と対決する時はより太く描いている。ちょうど、 柳原かな子のギャルキャラコントがヒットしていた頃に自分は逆を張ろうとして田舎者キャラで行こうと決めたという本人はブサイクメイクであることを強調しすっぴんは美少女であると語っているちなみに素顔は上記プレスカードの写真や番組ディレクターのアポなし自宅訪問のほか、東京ガールズコレクション2009オートムウィンターや2010年10月10日付の 公式ブログなどでも公開されている。ありがとうございます。